本日は日本作曲家協会音楽祭の会場オクトピア桜ホールに来ています。今日は舞台裏やインタビューなど盛りだくさんの内容でお届けいたします。それでは行ってみましょう。最優秀作詞賞に選ばれたのは人生暦を書き下ろした後藤淳さん、睡蓮を書き下ろした結城ひとみさんです。はい、こちらには睡蓮で最優秀作詞賞を受賞されました結城ひとみ先生にお越しいただいております。先生、この度はおめでとうございます。ありがとうございます。早速ですが、今回ですね、この作品に込められた思いですとか、はい、制作にあたってのエピソードなど何かありましたら教えてください、はいはい。やはりこの睡蓮を書きました時にコロナもまだ収束していなかったですし、世の中がすごく閉塞感が漂っていて、やはり希望を見出せないではないかっていうようなこともありましたので、何か誰かのために明かりになるような、希望になるような、そんな歌を書きたいと思って睡蓮を書かせていただきました。はい、ありがとうございます。でまたこれをきっかけにですね、はいはい、今後どのような詩をやはり私が作詞を始めた時にラブソングなんかをね、大体書いたらいいよって大体の方がおっしゃるんですけれども、ラブソングも書きたいんですけど、やはり誰かのためになるような、幸せになれるような、そういうふうな歌をこれからもまだ書いていきたいなと思って頑張っていきたいと思います。はい、はい、ありがとうございます。では先生、最後にご家族の皆様に一言お願いいたします。はい、いつもお世話になりありがとうございます。そしてここまで作詞をやってこれたのも家族がいたからだと思うので、本当にありがとうございますって家族に伝えたいですね。はい、はい、ありがとうございます。はい、結城ひとみ先生にお話伺いました。先生、改めて本日はおめでとうございます。ありがとうございました。はい、こちらには人生暦で最優秀作詞賞を受賞されました後藤淳先生にお越しいただいております。先生、この度はおめでとうございます。ありがとうございます、はい、で早速なんですが、今回ですね、この作品に込められた思いですとか、この作るにあたってのエピソード何かあれば教えていただけますか。はい、山本譲二さんは昔から大好きな歌手の一人でございまして、ジョージさんの歌を聴くことですね、本当に、どんな困難も乗り越えていくぞという強い男性と、反対にまた弱い女性の味方となって守ってあげるというような騎士ですね、ナイトのような姿をイメージして書きました。はい、ありがとうございます。はい、今回のこのソングコンテストをきっかけに今後はどのような曲を書きたいなと思っていらっしゃいますか。古い演歌ばかではいけないという、時代の流れにおいてこの時代にちょっと合ってきたな、演歌から少しこう脱皮しているなというような新しい歌もですね、書いていけたらいいなというふうに思っております。はい、ありがとうございます。では先生、最後にご家族の皆様に一言お願いいたします。僕は子供が4人、孫が9人が妻が1人おりますけど、現実には今妻と2人暮らしなんですね。ですから歌の世界でも最後まで楽しんで、ああいい詩を残しとるな、おじいちゃんいい詩を残してるなというふうにね、言われるように、後世に残るいい曲、いい詩を書いていこうというふうに、決意しております。今後とも精進してまいりますのでよろしくお願いいたします。はい、後藤淳先生にお話伺いました。先生、本日はおめでとうございます。ありがとうございました。率直に、嬉しいです。シンプルですけども嬉しい気持ちでいっぱいです。ありがとうございます。
てもあの詩の世界が素晴らしい作品が、届くものですから、その詩を、大切に情景が浮かぶような曲を作れたらなといつも、取り組んでおります。いろんな方が、いろんな作品を出されるコンテストに私も、参加できること自体が、非常に、勉強になりますし、これからも果敢に挑んでいきたいなという気持ちでいっぱいです。今後も詩の世界を大切にしながら、その中に自分の個性を少しずつ織り交ぜて曲を作れたらいいなと思っています。はい、優秀作曲賞、いただきまして本当に大変嬉しく思っております。もうこれからも頑張りたいですね。はい、ありがとうございます。やっぱりその詩の内容をですね、よく自分の本当に、お腹の中にね、落とし込んで、そして、歌われる歌手の方のオーラを中に入れてですね、それからあとはまあひらめき、上から落ちてくるどっか一部分をですね、そこをしっかり掴んで、そんな感じで作っております。はい、毎年ですね楽しみにしておりますけれども、作らせていただいてですね、あの応募します。それでまあ外れるか当たるかは分かりませんけれども、まあやっぱり、受賞のですね連絡が来た時はとても、嬉しいんで、これからもね、できる限り、やっていきたいと思います。これからはですね、自分で納得のいけるね、作品を作れて、作っていけたらいいと思っています。そうですね、やっぱり数をたくさん作っていきたいなと思っております。はい、とても嬉しいっていうのが、まあ、一言です。そうですね、コロナ禍になって、頑張って、コンテストには参加してきたんですけれども、なかなか賞に入るっていうことまで行き着かなかったので、本当に久々で嬉しいです。一番は、その年の、歌手の方、そしてこのイメージと、課題詞とこうずっと見比べながら、聞き比べながら、でその中に自分らしい、フレーズが一つでも入ったらいいなって思いながら、勉強して、いつも作っております。私も、毎年、自分の勉強だと思って、参加させていただいてます。優秀作曲賞はそうですね、私実は今回で3度目になるんですけれども、やはりなかなかスポットライトを浴びるステージにまで行き着くことができないので頑張って、これからもチャレンジしていきたいなと思っております。そうですね、いつもソングコンテストとか入賞、いろんなものを見させていただいたときに、実は女性のお名前が少ないっていうのに、いつも私はうんって思うところもあって、自分がこれからも作曲家として、女性らしさもあり、自分らしさもあり、いろんなものを勉強して、これからも作品をねずっと作り続けていきたいなと思っております。僕にとってこの1年は演歌歌謡の作曲に励んできた1年だったので、その結果この賞をいただけてとても嬉しいです。ですがやっぱり悔しいです。でもこの結果がですね、本当にまたさらに頑張れと言われているような気がしてですね、ここから頑張っていこうと思いました。やはり歌手の方にこうどうアプローチしたら合うのかと、そして聴いていただける方の心に届くにはどうアプローチしたらいいかと、そういうことを思って書かせていただいております。とっても気持ちが燃えましたし、本当に勉強になりました。この時代に残るそんなメロディーを作っていきたいなと思ってます。ありがとうございました。今年は若い時からずっと歌っていた山本譲二さんだったので、一生懸命頑張って作って受賞することができてとっても嬉しいです。歌い手さんの雰囲気に合わせて、その人の特徴を生かすこと、それからみんなが歌ってくれるような歌、そういう歌を作るように頑張っています。毎年ソングコンテストには応募させていただいています。今回は2回目の優秀作曲賞の受賞なんですが、グランプリをいただいて大きい階段を降りてみたいと思います。曲を作ることが自分の勉強になると思って今まで作ってきました。これからも一生懸命勉強して
皆さんが歌ってくださるような歌を作っていきたいと思います。まさかいただけるとは思っておりませんでしたので大変光栄な気持ちでございます。まず歌詞を見てどういうメロディーが降ってくるか、そして一番大切にしていることは歌いやすいこと、親しみやすいこと、皆さん多くの歌い手だけではなくて多くの皆さんに歌っていただける、愛していただける、そんなメロディーを作ることを心がけております。今回一般からの応募ということで初挑戦させていただきました。来年も再来年も挑戦し続けてまいりたいと思います。たくさんの曲をこれからも書かせていただいて、ソングコンテストも毎年挑戦させていただきまして、いつの日かグランプリが受賞できるように頑張ってまいりたいと思います。コンテストグランプリ2022最優秀作曲賞に輝いたのは西尾澄貴さんです。こちらには人生ごよみで最優秀作曲賞を受賞されました西尾澄貴先生にお越しいただいております。先生、この度はおめでとうございます。ありがとうございます。はい、早速なんですが、今回この作品に込められた思いですとか、制作にあたってのエピソードなど何か教えていただけますか？はい、山本譲二様の曲はカラオケでよく歌わせていただいております。そういう中で今回山本譲二様の曲を作らせていただけるということで一生懸命頑張って応募させていただきました。はい、ありがとうございます。で、今回ですね、最優秀作曲賞を受賞されたということで、これをきっかけに今後どのような曲を新たに作っていきたいと考えておりますでしょうか？はい、そうですね、もともと演歌歌謡曲が好きなんですけれども、それに限らずいろんなジャンルの歌をこれからも作っていけたらいいなと考えております。はい、では先生、最後にご家族の皆様にぜひ一言お願いいたします。これまで37年間作曲活動を続けてまいりました。たくさん支えていただいて本当にありがとうございました。西尾澄貴先生にお話伺いました。先生、改めておめでとうございます。ありがとうございました。ソングコンテストグランプリ2022グランプリは村田誠一さんです。はい、こちらには睡蓮で最優秀作曲賞を受賞されました村田誠一先生にお越しいただいております。先生、本日はおめでとうございます。どうもありがとうございます。早速なんですが、先生が今回この作品に込められた思いですとか、作曲されるにあたってのエピソードなど何かあれば教えていただけますか？何せこの作品はやっぱり詩が素晴らしかったです。幸ひとみさんの詩が非常に優しいんですがとても美しくて、でしっかりとした芯が一本通ってて、それで内容も前向きで心がこもっていて、それを姿勢を取り入れて、曲をつけさせていただきました。はい、ちなみにこれをきっかけにですね、今後どのような曲作りをしていきたいとお考えでしょうか？はい、私実は第1回 のソングコンテストですもグランプリ取ったんですが、ポップス部門なんですね。もちろん演歌も好きなんですけど、得意なのはやっぱりそのメロディーラインの綺麗な、ちょっと分野は違うかもしれないけど、ビートルズみたいなシンプルでメロディーラインの綺麗な歌が好きなんです。で、ちょっと今の演歌界に少しそういったことで新しい風をもたらすことができればなという思いでいます。はい、ありがとうございます。では先生、最後にご家族の皆様にぜひ一言お願いいたします。はい、実はもう両親も全部他界しておりまして、で私独身なので、音楽と結婚してしまったので今同居しているのは1匹の猫だけです。
そのミクという猫なんですが、まあ、その猫に支えられているようなものなので、特に誰かに、言葉というのはないんですが、まあ、相手に言わせていただければ、長年、作曲家として指導を賜った、まあ、もう個人となってしまいましたけど、作編曲家の若松正也先生、もう天国にいらっしゃいますけども、本当に感謝の気持ちでいっぱいだということをお伝えしたいと思います。ありがとうございます。はい、村田誠一先生にお話伺いました。先生、改めておめでとうございます。どうもありがとうございました。一生一度のこの命、なんで粗末にできるかよ、濁り凛と咲く俺はなりたい、水蓮の花。皆さん、いかがでしたか？音楽祭の熱気が伝わりましたでしょうか？ぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。インタビュアーは坂本美里でした。それではまたお会いしましょう。